熊丸戸氏は、新末民発の政治家、学者、教育家、実業家、偏方派、立憲派の一員。民国時代の北京政府では、国務総理を務めた高官であった。字は平蔵号は、民主格主人総信児、総新古字。不都合は、妙通。祖籍は、厚生省豊か条件。父の熊町省は、 公衆清史小水死衛艦隊を務めた。熊丸都市は14歳で秀才となる。1891年秋に巨人となった。翌年4月、開始に参加して、講師となる。1894年の電子に参加して、新士となり、管理員初期都市を授かった。同年の日清戦争の後、熊丸都市は国政改革への意欲を高め、 長のほらのもとで、良子、イ武書総弁に任命された。この時に、熊は、軍政編と呼ばれる書物を表し、軍政改革の必要性を主張した。その後、湖南巡部に就任した陳高ら臣により、申請が開始されると、熊はその下で、実業、教育の進行を兼議し、実行に移している。1897年には、 コ南事務学堂を創設し、熊丸れ年は総理となった。熊は、変邦派の両慶長、丹次堂などを教員として招聘し、東西常も、新成果にあったコ南で活動した。しかし、省内で次第に、変邦派と反変邦派の争いが激化し、反変邦派の球団を受けて、熊は失脚してしまう。さらに変邦派が、土の犬の政変で壊滅したため、 熊は悲観、失望のあまり、4年間自ら実況してしまった。1902年、上徳地府の主その意の招兵を受け、熊丸戸氏は、上徳に寺示師範学堂副弁として、公的活動を再開した。翌年秋、湖南巡部長自立みにより、上徳に寺示師範学堂監督に起用される。さらに蝶に申請を進言して、その実施を助けた。後に、 蝶は、返邦運動により処罰を受けていた熊の復権を、中央に上層し、成就させている。しかし間もなく、蝶の申請は反対派の抵抗にあって頓挫したため、熊丸で年は、実業界に転じる。1904年、日本に、実業視察に赴いた。帰国後、新任の準部担保に、実業教育学校の創設を権限して、賛同を取得し、 各種学校を実際に成立させた。1906年から、熊生年は、外国憲法に関する資料収集を開始し、同年に、帯政治王義という書物を完成させた。その後、新朝で始まった、立憲準備においても、熊は8項目の意見を法定した。同年9月、清教将軍に移動していた長寿辰美の昇兵を受け、熊は、 方典農工商局総弁に任命された。長が方典を離れた後、熊丸ま氏年は、チャンス交渉局総弁などの職を歴任した。1909年、東三省理財政管理官に移動する。東三省では他にも様々な財務、実業の職務を担当し、熊は大きな成果を上げて高い名声を博した。 1911年10月の武将起義勃発後、熊丸年は直ちに、長剣らによる革命派、共和政支持の伝聞に名を連ねた。1912年、小太園らの中華民国連合会に参加し、さらに統一党、共和党に相次いで加入した。同年4月、北京政府の党将棋内閣で、財政総長に任命され、財政整理に取り組んだ。 しかし、外国銀行団との借款交渉の不調やそれ、事態への国内批判により、辞任に追い込まれた。1913年、熱火都党に就任した。二次革命に際して熊生氏は、園政外を支持している。二次革命鎮圧後、熊は、園の支持により国務総理県財政総長に、就任した。熊は、両鶏長や、 長県らの著名政治家を閣僚に起用し、さらに政府体制方針宣言を公表して国政改革への意欲を示した。しかし、現実には遠政外の異性に抵抗することはできず、その命に従って国会解散などを行うことしかできなかった。さらに遠政外から用済みとされる形で内閣は1914年2月に崩壊した。 熊丸都市別陰以後の熊丸都市は、政界から事実上引退した。実業、教育の振興、あるいは、事前事業に献身的、精力的に取り組み、幅広い成果と名声を獲得した。後に、赤十字中国文会会長となっている。日中戦争の際には、前線に立つ兵士や国民への救護などに、積極的に取り組んだ。このため一般に、 中国では、北京政府交換の歴史的評価は低いにもかかわらず、熊の評価は例外的に高い。1937年12月25日、香港で脳一血により死去。去年68。ありがとうございます。